私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。ビリビリさせないとね。これはお仕置きよ。おとなしくしやがって。はい、頼んだわよ。ウサギ伯爵出撃。ちょっとビリビリさせないとね。しびれなさい。ちょっとビリビリさせないとね。雨のような、やっ、消えるんだ。涙があるなんてな。騎士として捜索に関しては自信があるんだ。おお、頼もしい。探し物を見つけるコツは、意図せず探し物を見つける点にある。探すことを考えず適当に見回すことで、不意に机の下で見つけたり、それと視線のコントロールも大切だ。熱い視線で探すと見つかりにくくなる。目の端で捉えるような、不意に見てしまった感じで。それはコツって言えないな。結構使えるんだぞ。昔ペットのカメがいなくなった時もこれで見つけたんだ。神団長、カメを飼ってたことあるんだな。そうだが。いや、想像できない。なんか意外だ。ん？とにかく神団長のイメージと合わないんだ。あ、そうだ、ディルクの旦那なら分かってくれるよな。理解できない。僕も幼い頃に飼ったことがある。おかしくはない。ディルクの旦那も？
これ。おとなしくしやがれ。こいつはどうだ。うわっ逃がさないわよ。これはお仕置きよ。はあ、逃がさないわよ。はっ、なんですって。ちょっとビリビリさせ、しびれなさい。これ。お前って本当にせっかちだ。こいつはどうだ。これ。すまんすまん。おとなしくしやがれ。これ。はい。消えるんだ。逃げ道はないよ。こいつはどうだ。逃がさないわよ。おとなしくしやがれ。やみつきにならぬ。ちょっとビリビリさせない。これは、はっ、それ、はあ、はっ、ふっ、しびれなさ。こいつはどうだ。体
風と共に去れ。油断するな。風魔竜の状況は未だ危険なままだ。それにファデュイの方にも何か動きがあるかもしれない。ディルック、最近ファデュイがあなたのことを好まざる人物と宣言したそうだな。光栄なことだ。そもそも彼らは誰かを好ましい人物だと宣言したことなどない。ファデュイ、あのスネージナヤの使節団とディルックの旦那にはどんな接点があるんだ？ファデュイは騎士団にとって厄介なだけでなく、モンドの脅威でもある。モンドを脅かす全ての者に対してディルックは。いいんだジン、君ら騎士たちは外交役を名乗るクズに対して直接手が下せなくなるほどの制約を受けている。僕は個人的な美学をモットーに彼らの横暴さを嫌っているだけだ。仮に氷スライムを丸飲みするかファデュイに入るか、どちらか一つを選ばないといけないなら、空から降ってきた隕石が大地を割り、その隙間に挟まって死ぬ方がマシだ。この旦那の想像力ってなんだか変わってるな。集めた結晶を出して。あ、結晶の色がますます濁ってる。トワリン、一体どんな苦しみを。とにかくまずはこれらの結晶を浄化しよう。違法の旅人、お願いだよ。この目で見ていなければとても信じがたいが。面白い、まるで酒のろ過のように澄み渡っていく。これだけ涙があれば十分だ。次はこの前みたいに涙を天空のライヤーに落とそう。やった！前とは全く違う感じがする。風幻想活発になってきたね。これなら問題ないはずだ。ありがとう。それでどこで風魔竜を呼べばいい？モンド城内はダメだ。失敗したら取り返しのつかない事態になる。このワイナリーも。ああ、
ワイナリーがなくなっても大した損害にはならないが、やめた方がいい。海風、もしくは高いところを吹く風は詩人の歌声を遠くまで運んでくれるんだ。逆に空気が乾燥していたり重かったり憂鬱な雰囲気はダメだ。詩人だけでなく、それは竜にも失礼でしょ。なるほど、海風もしくは高いところを吹く風だな。演奏に向いてるところは星落としの湖から東、砂浜の南に山地がある。あ、こないだお前が寝てた砂浜だよ。山の伸びる方向に沿って登ると星拾いの崖というところに着く。詩人、君が希望する海風も高いところを吹く風もそこでなら条件を満たせるだろう。ふむふむ、星拾いの崖ね。確かにいいところだね。僕の歌声にふさわしいよ。では準備して星拾いの崖に集合しよう。みんな遅刻しないように。了解だぜ団長。あ、すまない、つい。怖っ。よし、揃ったな。ここ景色が綺麗だな。運命の再会というテーマにふさわしいでしょ。じゃあそろそろ準備を始めるよ。ああ、どんな結果が待ち受けていようと、少なくとも天気は見えてきた。ここ最近モンドは様々な問題を背負いすぎた。だがまさか問題を解決してくれるのが旅人と詩人になるとはな。ああ、騎士団も少しは役に立ったか。はいはい、みんな少し離れて。この世で最も優れた吟遊詩人が琴をつまびくよ。見間違いだったのかな。君の目はこの曲を懐かしんでいるように見えるよ。本当に話が。おい、金融やろ。そいつに騙されるな。哀れな理由よ。そいつはそなたを捨てた。ほら、今もまたそなたのことを騙しに来た。バルバトス、憎み憤るといい、そなたはモンドを敵にしてしまった。もう戻れぬ。そいつらは君と共に我を殺しに来たのか。違う、この竜は真の主に仕えるべきだ。そなたたちはここで自分の無力さを嘆くがいい。トワリン、バル、ウェンティ殿、自分の身を守ってください。僕の正体はとっくに分かってるんだろう、ジン。でもその名前で僕を呼んでくれてありがとう。天空のライアーはどうなった。まだ弾けそうか。それか竜の涙でまた直せそうか。うん、こんな風に壊されたらもう無理かもしれないね。いや、罪の根源に代価を支払わせなければ。腐食の根源を倒さないとトワリンが受ける苦しみは減らない。じゃあ偵察騎士を召集して追跡を。その必要はない。少し前に四風守護の神殿遺跡でそいつの同類をこの手で切ったことがある。え、それっていつ。
の怪物たちを追跡するなら、僕の情報網と手口があれば事足りる。ティルックの旦那、騎士団が嫌いなのに自分のやり方でモンドを守ってるんだな。パイモンちゃんの口調が急に愛に溢れ始めた。ふん、とにかく僕の情報を待つといい。奴らに分からせてやる。アビス教団がどれだけ好き放題な連中でも、モンドではやってはならないことがあるとな。殿下、あなた様のしもべはまた勝利を勝ち取りました。あなた様の国がこの世に再び降臨するとき、我々はその栄光を手に。